愛国殺人はアガサ・クリスティが1940年に発表した推理小説である。現代はマザー・グースの同様の一節であり、以降20までの数え歌の歌詞が作品の章のタイトルとなっている。ただし、犯人が同様の歌詞を用いて殺人を演出する見立て殺人ではない。司会の前ではイギリス最大の銀行の頭取、元女優、謎のギリシャ人、 そして名探偵ポアロであっても等しく自尊心を傷つけられる。ようやく治療を終えて帰宅した彼を待っていたのは先ほどの司会の拳銃自殺を知らせる警察からの電話だった。殺害現場で他殺の可能性を指摘して捜査を開始するポアロだったが、その後彼と同じ日に司会を訪れた患者の2人が殺害される。数え歌の歌詞を連想しつつ推理するポアロだが、 ついに追い詰めた真犯人は国を愛するが、ゆえの殺人という驚愕の動機を語る。江戸川乱歩は本書を作者ベスト8の一つに挙げている。本作品は早川書房の日本語翻訳権独占作品である。なお、愛国殺人という日本語題名はアメリカ版の現代ザ・パトリオティック・マーダーズの役題であり、書記出版の現代にも採用されている。 TV 作品ラジオドラマありがとうございます。